ちえです。ちょっと久々の更新になったと思います。今日も、最後までお付き合いいただければと思います。ですね、今日のお題は何々せねばならないっていう考え方についてです。何々しなければならないとか、何々するべきとか、そういうところの考え方になってくるんですけども、すごいいろいろ私もそれを考えてた時期がありました。でその中で、実は本当に、何々しないといけないなってことって本当の意味ではないかなっていう時にある時気づきました。極論の話をいきなりしてしまうんですけども、この日本に住んでる、日本人として、やった方がいいことはもちろんたくさんあります。ですが、そのしないといけないことって意外とないな、意外とっていうか、見つからなかったんですよね。例えば本当に極論の話、人を殺してはいけないっていう考え方でお話しすると、日本では人を殺したら当たり前に、捕まりますし罰を受けることにはなってくるんですけども、国が変わると、テロとかやってる人たちもいるんで分かるかと思うんですが、人を殺すことが必ずしも悪ではないというところがあります。そういう意味合いで、状況とか立場が変わるとやらないといけない、すべきとかしなくてはいけないっていうのが、本当にそれができなかったらダメなのかっていうと、そうでもないなっていうことなんですよね。例えば日本で言えば、働かねばならないとか、働いた方がいい、働くべきっていう価値観があると思うんですけど、これって働かないとじゃあ人間辞めなきゃいけないのかっていうと、そうでもないと思うんですよね。もちろん働けるなら働いた方がいいに越したことはないんですが、必ずしもそうでなければ絶対いけないわけではないですし、それ言うなら私も難病を持っているので将来働けなくなる可能性が普通の人よりは高くはあるので、じゃあ働けなくなった時にお前は人間としての価値がないのかって言ったら、いやそうじゃないだろうっていうふうに思うんですね。じゃあそういうふうに、その何々しなければならないっていうのが本当ではないということを思った時に、じゃあそのしなければならないって思っているのは誰かなっていうふうに考えました。社会がっていうことはやっぱりあると思うんですよね。そのさっき言った人を殺してはいけないということであれば、日本っていう社会は人を殺してはいけないっていう社会ですし、中東のそういうテロとか推奨しちゃってるような国なり宗教だったりすると、それもありかなっていうものだったりするので、その自分が入ってる大枠の中の大多数の人が、推奨というかですね、賛成をしている、承認をしているっていうところが大きい意味合いにはなると思うんですけど、かといって絶対それに従わないといけないということではないので、最終的に見ると自分自身がそれを決めているということに私はたどり着いたんですね。なので、働かなければいけないのに働いていない自分はなんでダメなんだろう、どうしてこんなにダメな人間なんだろうとか考えるっていうのは、自分で働かなければいけないもんだと決めていて、その自分で決めたことに、沿ってないからダメだって考えてるっていう仕組みになるんですよね。もちろんそれは日本という社会なり近しい親だったり、そういう人から学んだものではあるんですけれども、学んでも必ずそれの考え方を自分が持たないといけないというわけではないので、それ以外の考え方を選択することもできるんです。結構本当は選択肢っていろいろある中で、その選択肢が
他にあることも知らずに選んだ選択肢に苦しんでるなっていうことがすごく多いなと、自分もまあ今携わらせていただいてるメンタルが悪い方たちもそうだなっていうふうにすごく思います。うん、なのでやらなければいけないことっていうのは自分がそれをやる必要があると決めてるから自分で選択してやっていることであって、他の選択肢もあったりするんですよね。なのでそれの、選択っていうのを他のものに上書きをするっていうのが、まあ大きく言うと認知行動療法ですよね。自分がどんな選択をしているか認知をして、別の認知に変えていくっていうことですね。でさらにもっと深いところで言うと、なぜ自分がその認知を選択しているのかっていう大元の根源が、メンタルブロックっていうところになるので、もちろんそれが支障がなければブロックでも何でもないんですけれども、支障になってしまうその根底の思い込みがあって、だから何々しなければいけないっていうふうに思うわけなんですよね。なのでその根底の、メンタルブロックになっている、自分が物事これこれはこうなんだって思い込んでるものを、あ、そうじゃないよね、こういう選択肢もあって、こういうふうに上書きしようと自分で許可をしてあげることで、一気に世界が明るくなんていうんですかね、こう開放感を持った感じになったりします。はい、まあそのいろんなそういう考え方がコロッて変わるのをいろんな呼び方あるんですけど、まあ、パラダイム転換だったりとかっていうのが、私が、ワークブック、無料のワークシか、自分を知るっていうワークシートやってるあのページで紹介している7つの習慣っていう、あれであればパラダイム転換って呼んでるんですけど、それがこう自分の中の思い込みがパッと転換することによって世界が全然違うものに見えたりします。はい、私友人にそれをメンタルブロック解除した時に、なんていうんですかね、頭の中のモヤが外れたみたいな風に言ってました。はい、なのでぜひご希望であればメンタルブロック解除をお手伝いさせていただければと思いますが、これからちょっとメールカウンセリングなりスカイプカウンセリングをやっていこうかなっていうのを思ってるんですが、まあ、自分で一番早くできる、そのしなければならないっていうのを和らげる方法として、何々してもいいって、言葉を置き換えてみるとすごく柔らかく楽になるんじゃないかなと思います。ちょっと書いてみますね。そうですね、やっぱり何々しなければいけないっていうと自分にも周りにも強すぎてちょっときついっていうのがあると思うので、ホワイトボードとかあると便利なのかもしれないですね。よいしょ、見てくださいね、映るかな、キャップが落ちました。何々せねばならないと、これは、自分で決めたことなんですね。なのでこの決まりを緩めることができます。これを何々してもいいというふうに変えるとすごく柔らかくなる感じしませんか。ちょっとキャップ拾いますね。はい、OK です。はい、なので、例えばさっきの働くっていうことであれば、働かねばならないっていうふうに思っているのを、働いてもいいよっていうふうに思うだけで、なんかこううまく働けなくてくよくよしてたのが、あ、働けてるじゃんみたいになれたりとか、そうですね、自分でその行動に許可を出せてるわけなので、なんか自分で自分を応援している感じにもなってくると思います。うん、なので本当にぜひおすすめなのが、何々すべきっ
とかっていうのを何々してもいいよって思ってもらえていいのかなと思います。だからお仕事を一生懸命やらなければいけないとかっていうのも、お仕事一生懸命やっていいよって思ったりとか、あ、でも私すごい一個思うことがあるんですが、こう何々しなければならないと考え、ん？こうか、こっちか、何々してもいいよと考えねばならないと思ってるわけではないんですよ。その今日のタイトルでおすすめっていう風に載せてるように、何々しなければならないっていう考えが辛いな、大変だなって思うのであれば、何々してもいいよっていう風な思いに変えればいいんじゃないですかっていうことで、変えなきゃいけないとも思ってないです。もっと極端な話をすると、メンタルは必ず良くしないといけないとも思ってないんですね。本人が、良くなりたいと思うなら、もちろん、まあ、皆さん思ってると思うんですけども、良くなりたいと思うのであれば良くするために一生懸命頑張っていきたいですし、今まだその悪い状態のままでもがいていたいというのであれば、あ、もう頑張ってくださいと、大変な状況だと思うんですが、そばで見守らせていただきますとか、そういうふうに思っているので、まずメンタルを良くしないといけないとも思ってないです。でもやっぱり大変だと思うので、一緒にこうメンタル上がっていく仲間が増えればいいなと思っている毎日でございます。はい、なんか後半の方がちょっと私的に話したい重要なことで、でもうまく言えなくて時間になっちゃったんですが、はい、また更新していければと思いますので、ぜひ次の動画も楽しみにしていただければと思います。あとはよければアンケートを今やっておりますので、ぜひぜひお答えいただければと思います。はい、ではちえでした。今日もありがとうございました。良い夜を、おやすみなさい。